ご搭乗の皆様、ただいまより当機の非常設備をご案内いたします。キャビンからご覧ください。離着陸の際だけではなく突然の揺れに備え、シートベルトは常に腰の低い位置でしっかりと締めください。先端の金具をバックルに差し込んでお締めください。レバーを持ち上げると外れます。座席のポケットには安全のしおりが入っています。安全姿勢をはじめとした緊急時の情報が記載されています。離陸前に横を読みください。この飛行機には非常口が8箇所あります。キャビンクルーが示すお近くの非常口を確かめください。視界が悪い場合は発光テープに従って避難してください。機内には脱出用スライドと救命ボートが備わっています。万一避難の必要が生じた場合、キャビンクルーの指示に従って速やかに避難してください。手荷物は全て残して避難してください。避難の妨げや脱出用スライドを破損する恐れがあります。ハイヒールは脱いでください。脱出用スライドを破損する恐れがあります。酸素が必要な状態になると自動的に酸素マスクが降りてきます。強く引き寄せ、鼻と口を覆い、ストラップを締めて調整します。酸素が流れていることを確認してからお子様や周りの方の着用を手伝ってください。なお緊急時にはご自身で着用しているマスクは外して酸素マスクをつけてください。救命胴衣は座席の下にあります。頭からかぶり、体の前でバックルを止め、紐を締めてください。赤いタグを引いて膨らませます。膨らみが足りない場合はチューブから息を吹き込みます。救助の際に注意を引くためのライトと笛も備わっています。救命胴衣は着替えに出てから膨らませてください。離陸の際は座席の背もたれ、テーブル、肘掛けを元の位置に戻し、窓の日よけを完全に開けてください。最後にシートベルトが腰の低い位置でしっかりと締まっていることを確かめください。安全のしおりを含む備品の持ち出し、非常口の操作、乗務員への職務妨害などの安全運行を妨害する行為は航空により禁止されています。機内は機室と含め全面禁煙で、各所に煙探知機が設置されています。何かご不明な部分がございましたら、キャビンクルーにお尋ねいただくか、安全の勝利でご確認ください。皆様、離陸に際し機内の照明を暗くいたします。お手元に明かりが必要な方は頭上の続照灯をご利用ください。また機室とシートベルト着用サインが消えてからご使用ください。